カシマシスターズ、シャープ2、透明ハンガールズ、音まぐり編。始まりましたね。はい、会場にお越しの皆様、ユーストリーム番組をご覧の皆様、どうもいらっしゃいませ。いらっしゃいませでございます。片言ですね。はい。ソアーズミュージックラブよりお届けしております、カシマシスターズ、なんと今回は2回目でございます。イエーイ。来ちゃった2回目、ねえ、まあ、今回、はい、そう、前回がすごい大好評だったっていうことなの で、今回で2回目になりましたけど、うん、そう、なんかアキさんの、ね、お友達、うん、お友達でしたっけ、お客さんから お客様からね、お客様から、うん、名古屋でもやってくれよというね、そうね、そういう声が上がってるみたいで、そう、ね、いいですね、まあ、ちょっとごめん、はい、自己紹介からしましょうか。あ、そうですね、じゃあ今日も、うん、私はいっぱい出たの。何このグダグダ感、この状態がいっぱいいっぱいな状態ですけど、いっぱい喋っていきたいと思います、うん、はい、大阪代表チャコです。イエイ。はい、はい、そして私、名古屋から来ました、今日はあんまり喋りません、秋一子で喋りましょう。絶対嘘じゃあ私一言も喋りません。東京からやってまいりました、飯久保沙織です。よろしくお願いします。喋ってそれは喋って、よろしくお願いします。私しか、そうだよ、私しか喋らなくなるから、大阪代表だからさ、それはね、困るんですよ。あ、そうなの。やっぱり、うん、こう誰か喋る相手がおらんと大阪人でも喋られへんから、うん、そうだね、そこはね、もう勘違いしないでいただきたい。本当にそう、でもさ、うん、考えてみたらさ、その名古屋ってとかさ、本当にやりたいよね、うんうん、やりたい ね、だってせっかく透明犯行ね、そうだよ、東京でもやりたいし、だからアキさんの家でいいんじゃない、ね、こうユーストとかさ、やんなきゃいけないじゃん。そう家でいいよ、ちょっとライブなしみたいな感じで、ね、配信のみ、そうそう、だから東京に来るときうちに来てよ。あ、行く行く。そうね、いいじゃん、行く楽しそうだよ。ワンちゃんと一緒に、そうそう、場外編 で、大阪の時はソアーズミュージックで、結局そこに大阪、そう大阪編ね、でもね、今回2回目ということで、なんか2回目ってこともあって結構スムーズだよね。そうだね、リハーサルはスムーズだけどね、だいぶこう打ち解けた感じになってる。うん、確かに、ね、そういえばさ、ごめんね、話を残しようって、SOC というか、ソープペラクラシックさんが昨日でなんと7周年だったんですよね。おめでとうございます。素晴らしいですね。素晴らしいです。7年だよ、すごいね。なんか引っ越ししちゃう。そうそう、4月末でお引っ越しなんですよね。別に潰れるわけではないんですよね。ですよね。そのビルのね、取り壊しが決まっているそうで、グランドピアノのある SOC の問題じゃなくて、ビル側の問題で、そう、そことも大事ですね。そうですね。でも SOC はもうやっぱチャコさんとかもしょっちゅう出られてる。よく出演させていただいてます、うん、お世話になってるライブハウスで。あ、そうなんだ。もう7年前から出てるの。私5年ぐらい前からですかね。音楽始めてちょっと経ったぐらいの時に出演させていただいて、うんうん、あ、そうなんだ、はい、先輩、やだ、先輩なんて、そんな、え、アキさんは、アキさんは何私意外とSOC 歴はあんまりないんですけど、1、2年ですかね、2年目ぐらいかな。あ、そうなんだ。え、大阪でライブすること自体は結構、うん、自体もね、多分3年目ぐらいなのかな、ちゃんと来るようになってからは。あ、そうなんだ、うん、そう、私実はですね、7年前から出させていただいてるんですよ、あなたより先輩でございます。大先輩。そう、でも大阪とかでワンマンライブをするきっかけをくれたのも、ああ、全部 SOC の、ね、片山さんだったりするんで、素晴らしい、ね、ライブハウスですよ、ね、だって横のつながりを ね、すごいちゃんとこう作れるようにしてくれるのが、そうなんだよね、嬉しいんですよ、この目標だって。そうじゃないですか、ね、そうだよね、そうです。私前回のこの、このカシマシスターズで初めて飯久保さんとご一緒しましたからね。そうですよね、あ、アキさんとは前にも会ったの？あ、そう、一回ご一緒して、あのね、ツイキャスにお邪魔したんですよ。そう、また濃い付き合いでね、ツイキャスにお邪魔する、結構濃いですよね。毎週木曜日やってるんですけど、たまたま私、名古屋のイベントで、サボテンドールっていうアーティストの企画に呼んでもらってて、その時にアキイチコちゃんと一緒やったんですよ。で、一緒にコラボをするって会ったことないのに、そうって言われてて、すごいね。その時にちょうど SOC に出てたから、私は出てて、チャコですってこう、そう、たまたま
なんか打ち合わせで来てたんだよね。そう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 、あーキイチコ出てるとか言って、そうそうそう、うん、で挨拶してくれて、うん、この後のツイキャスやるんですけどどうすかみたいな、軽いノリでね、重くのしかかったね。いいっすかって、じゃあ行きますって言って、すごいね、いいね、そう、そう、ほんまに初対面ぐらいね、そうそう、盛り上がって、盛り上がって、いいね、もうその時前髪切りすぎてて、おーおーおー、めっちゃ短かった、すごいことになってたの、それでめっちゃ盛り上がった。ね、そんなアキさんも見てみたいですけど、じゃあもうせっかくだからなんかもう初めに誰か歌う、うん、挨拶代わりに、じゃあもう私から早速、ね、じゃあ私行くよ、じゃあ私から、どうぞどうぞ、もう前回に引き続きお決まりとなった流れですけど、すごい ね、前回からの天丼ってすごいよ、すごいね、これ続いていくのかな、ね、ちょうど3年だし、よく覚えてたよね。だってさっき前回の話してて誰も覚えてなかったのにね、何話したか。そうだね、心なしかテンポ感いいよ、でも、ね、あなた準備しなさいよ、はい、頑張ります、いつまでここいんのよ。喋りすぎちゃう感じがもうまんまんしてますけど ね、大丈夫かな、もうすでに押してるみたいなことになってないから、タイムキーパーが誰もいないからね。大丈夫みたいですね、まだレディー状態になってるから、ね、まだ準備の段階なんですね。あ、すごいコメントもいただいておりますね、見ていただいている方ありがとうございます、パチパチパチとか入ってます、これ上が一番最新で出るのかな、そうですね、あ、そうだ、ユーストリームをご覧の皆様もですね、うん、ぜひコメントとかねいただけたらすごい嬉しいですね、バシバシください、はい、お願いします、うん、はい、準備はまだ、まだですね。まだの様子ですね、まだレディー状態です、すいません、本当。お、はい、いけるのかな、 OK です、ちょっと待ってよ。もうなんか入る体勢のところも黙っちゃったよね。あれなんかこう、あ、タイトルコールってこっちでしたっけ、一瞬放送事故があったけども、あ、もう全然あのチャコさんのやりやすい形でいいんじゃないでしょうか。なるほど、紹介した方がいいですか、そうね、いえ、じゃあ、 あの聞いていただきましょう、チャコであなたと、8月の雨が降り続いてた、あなたと出会った日は明るい声に寂しそうな目で笑うからずるいね、ゆらりゆらりと揺らいては消えてゆく、心に伸びる影、優しい光を与えてくれる場所をくれた人、聞き慣れた声が心地よく響く、晴れ間の見える空、素顔で過ごす二人の日々はどれくらいだったかな、不器用な指も映画で少なくとこもたまらず愛しくて
そっと抱きしめた広い背中、愛をくれた人、あなたと出会えた、かけがえのないこの奇跡をゆっくりと時間をかけて大切に温めて育てよう。 Look for where I am, much I finally found my bliss。 あなたとね、えなんかすごく結婚式に似合いそうな曲だね、うん、ありがとうございます。ちゃこちゃんのあなたと、あなたとぜひ結婚式呼んでください。歌いに行きますんで。あなたの結婚式に、あなたの結婚式に、いいね、呼んだら来てくれる、行きます、ね、生で歌ってくれる、うん、ねえいいね。え、これどんな思いで作られたとかあるんですか。これでも歌詞自体は恋愛の曲なんですけど、うんうんうん、なんかやっぱ自分がこうやって音楽活動をやってるって、うん、なんかこういろんな人と出会いがあって、うんうん、でそこからいろんなきっかけが生まれて、うん、でそこにお客さんがいて、うん、やっぱり自分一人じゃできないことやから、お客さんもいて、知り合った人がいて、そうつなげてくれるきっかけがあってっていうのがあるから、そういうきっかけとか出会いとかすごい大事やなと思って、うんうんうん、そういうのをちゃんとこう噛み締めていこうと思って、こう感謝の気持ちも込めて作った曲なんですよ。あ、そうなんだ。そうそうそう、なんかやっぱバラードが似合うよね。似合うね。あ、嬉しい、ありがとうございます。え、なんかこう心に残ってるなんかそういう出会いとかあるの、うん、なんかそういう、まあいろんな出会いがあると思うけど、うんうんうん、友達でもお客さんとでも、うんうんうん、あ、でも、うん、このソープオペラクラシックスの話に戻るんですけど、うんうん、ここに出会わせてもらったのはすごく自分にとって大きくって、うんうんうん、多分ね、今そのソープオペラクラシックスに出会ってるから今の自分がいるっていうのは絶対ありますね。もうベタ褒めですけどね、今日はもう7周年やからシャーなしですよ。嘘じゃない、嘘じゃない、まだエイプリルフールは早い。嘘じゃないけど、嘘じゃないけど、こう普段はね、そう言われてふざけたことしかあんまり言われへんから言い合わないから、もう今日だけですよ。おーおーおー、そうなんですね、うん、でも大事だよね。なんか人生いろいろきっかけあるけど、うんうん、人との出会いで何かが変わることってあるもんね、うん、そう、もうなんか何かが変わるのって人とのきっかけしかなんかほとんどないぐらい言ってもいいぐらいだよね。だから絶対音楽やってる人って、うん、みんな自分が音楽やりたくてやってるけど、うん、絶対でもこの人と出会ったからずっと続けて今があるなっていう人って絶対おると思う、うん、本当にあると思う、うん、それの積み重ねやと思うんですけど、うん、そう、そういえば私あの出会いを壊したことがあって一回、え、なんかね、すごい
で壊しちゃったことがあって、なんかあのちょっと混み合った電車に乗ってたんですよ。いやそしたらなんかこっち側にすごいこう、ま、あの結婚式の帰りだと思うんだけど、あの真っ赤なね、あのドレスというか、ワンピースを着てる女の子、若い子がいて、でこっち側にこうリュックサック背負ってる背の高いちょっと若い男の子がいたんですよ。まあ、その二人は全然もう他人同士なんだけど、それでちょっと混み合ってて電車がこうぐわっと揺れたんですよ、カーブかなんかで。いやそしたらその女の子のその赤いワンピースのね、なんか背中のこうなんて言うんだろう、ちょっとしたリボンのベルトみたいなの紐がそのリュックに引っかかっちゃったわけ、その若い子、男の子の、はいはい、で、わー2人でこう、わー、あ、すいませんすいませんみたいな、で結構可愛い女の子と男の子で、それでも結構すごい困っちゃってて、その糸が引っかかってて、だからね、その赤い糸を私がガッて引き裂いてたの。今あの運命だったかもしれない2人は、運命の2人の赤い糸、どうなってんのかなっていうのをちょっと今思い出したけどね。それはやっちゃったね。やっちゃったね。それなかったらね、もう同じ駅で降りてたかもしれないよね。そうだよね。ちょっと失礼なことしちゃったなって今思い出したんですけど。そう。そういうこともあるんやね。あるかもしれないね。壊しちゃう。危ないね。気をつけようね。気をつけよう。そうですな。あ、なるほど。はいはいはい。なんかある？なんかあります？そう、出会い、まあいっぱい確かにあるし、でもなんか劇的に変わることって実はそんなになくて、やっぱ人生ってこうガラッて変わることもあるかもしれないんだけど、私の場合はじわじわ変わることのが多いし、なんだろう、いろんな人との出会いの中でそのいろんな人に言われた言葉とか、そういうのが自分の中に蓄積していって、で自分でそれをまた噛み締めて、こう歩いていった時にじわじわ、あ、気づけばこっちに来てたなとか、あるよね、そういうことね。あるあるある。なんかあんまり劇的なってこれというふうに言われると難しいんだけど、まあ、言えないこともあるしね。まあ、確かにそんなこと言われたら聞きたくなりますけど。言えないこともじゃあライブでね、ライブでね、後ほどね、聞けるかもしれない。はい。ね、うん、まあ、そんなわけですけど、出会いといえばの話が続く感じだけど、ちょっとあんま喋ってても、あれだし、ね、今カンペに薄い字でそろそろって書いてある。じゃあ次私歌いましょうか。じゃあちょっと行きましょうか。もういいですか、ね、どうぞどうぞの下りどうぞどうぞの下りもなしでもう伝統芸能みたいな。でも台本に書いてあるからやるしかないよ。だよね、台本に、おかしいよね、台本に書いてあるってことがもうおかしいけどね。悪ふざけにしか取れないけど、さすがそこは関西だなと思ったよ。台本にそれが書いてある。確かに。じゃあ準備はよろしいようなので、それでは聞いてください。教室、いつの間にか忘れ、思い出すこと窓側の席、硬い石突き、空を見てた砂ぼこりが舞う校庭を駆け抜けた夏も今は繰り返しの日々失いそうになる。母の頃の私がいる。両手で手招きする。教室の窓から見た夢は空の向こう。今のままでいいよ。
したこと気にしていたのかもしれない。校舎の裏埋めたカプセル、眩しい卒業シーズンでもあるので。そうです ねちょっとこの曲選んでみましたけど、ちょっと、うん、ちょっと学生時代を思い出す曲です ねやっぱり、うん、教室からの景色とか、そう、ね、そう、なんかさ、うん、中学校の時とかってさ、うん、なんかこう自分が将来どうしていくのかなとか、うん、割とそういうことなんか授業中とかにぼんやり考えちゃったりしなかった？なんか、そう、なんかこの曲はその5時間目ぐらいのそのご飯が終わって、うん、ちょっとみんなが眠くなる頃に、うん、ちょっと教室の窓側でぼんやりこうグラウンドとか見ながら、うん、自分はこの先どうなっていくんだろうなみたいな、こう肩肘ついて考えてるようなイメージで作った曲で、うん、結構でも高校生の時とか、うん、やっぱ進路とかあるじゃないですか、うん、やっぱ大学受験とかが控えてくると、うん、やっぱ将来なりたい、もうこれになりたいって思うんやったら、うん、ここの学科に行っとかないと、そう、ね、資格が取れないみたいなことが関係してくるから、うん、高3の時がすごいそれはありましたね、うん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 、進路どうしようとか、うん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 、結構私も小学校の時から音楽やるって決めてたから、あ、すごいよね、すごい、なんだろうな、高校に上がった時にはみんな隠してたんだけど、うん、友達には、あ、隠してたの、なんで隠してたの？いや、バカにされるのが嫌だったの、なんか、あ、やっぱお年頃じゃん
お年頃ね。だからなんかさ、こう自分が一番大切にしてるものって、うんうん、あんまりこう人にこうやすやすと見せたくないっていうのがあって、なんかこうちょっとなんだ言えなかったよね。隠してたとかこう、なんか最後に進路の紙を書くときに、うん、なんだこう第一希望第二希望みたいなのを書くときに。私は専門学校を選んだんだけど、うん、もともとそういう音楽をだけをやるつもりでいたから専門学校を選んだ時に、うん、初めて友達にシンガーソングライターをしたいと、うん、あ、もうシンガーソングライターとして、そう、あの、になりたいって思ってた。すごいね。そう、小学校の時からもずっと音楽をやろうと思ってしてて、いやでもやっぱ案の定バカにされたんだよね。それひどいね。切るわけないじゃんみたいな。でもそれまでこう、うん、自分でもその時もすでに作ってた。あ、やってた。あの中学校の時が一番曲作ってたんだけど、あの高校に上がってからは、うん、まあ、部活もさ吹奏楽でずっとやってたから、吹奏楽部で忙しくて、なかなかこう曲を集中して作るってことはしてなかったんだけど、でも歌いたいって思ってたから、部活が終わった後の音楽室でずっとピアノ弾きながら歌ってたりとか。それ絶対友達とか知ってたんじゃないでも。あのね、あの分かってくれる子とかはいるから、自分はなりたいとは言ってなかったんだけど、曲がちょっとできたんだって言って話して、聞かせて聞かせてって言ってくれる子はいたの、一人、一人だけ。その子だけを前に置いて、でもすごいね。その子は音楽とっても好きな子で、めちゃくちゃ、まあ、心も優しい子だったから、決してバカにせず、すごくいい曲だねとか言ってくれたりしてたんだけど、でもあれだね、こう自分の夢を誰にも言えないけど、その誰か一人そうやってね、あのいいって言ってくれる友達とかいるとすごい励みになるよね。救われるというか、感動したとか言ってくれると頑張ろうとか言って、でもそれで今でも一緒だよね。お客さんからすごい良かったって言ってもらえるとすごい励みになるっていうかさ、なんかね、落ち込む時とかって音楽やってたらすごい大変やし、あるけど、なんかお客さんからの言葉をもらうと、よかったとか感動しましたとかそういう言葉聞くと、あ、続けててよかったやなってすごい思える時あるよね。人に救われてるね。ほんまにね。今日のテーマは人になってる ね、 なんかね、自然となってるよね。全然台本と違うこと、全然違うことになってるけど、ね、それはそれだよね。そう、なんか台本とかではなんか次なんかペットの自慢をしてくださいって書いてあるんだけど、全然違う方に言ってるけどさ。ちなみにペットはさ、よく飯窪さん犬の写真が上がってる。あ、そう、私ね、あの、そう、私 Facebook とか Twitter とか飯窪さんでやってるんですけど、あの犬をね、私の飼ってる犬じゃないのよ、あれ。そうなんですか。そう、預かってる犬なの。そう、なんかちょっと飼い主の方が遠くに住んでて、でもちょっと東京の方で、あの栃木に住んでる人なんだけど、東京でちょっと仕事があって、栃木にそのまま犬を置いておけないから、ちょっと代わりに私が預かっていて、その人は違うところに泊まってんだけど。そうなのよ。すごいね、それ。そうなの。それで、まああれなんだよね、まあ去年からちょくちょくいるから、だいぶ友達にも、友達になってきてというか家族みたいになってこれて、いやすごいなと。大好きですよね。大好き。犬のこと。もう大好きだよ。なんか本当に、あ、ちょっと感動したっていうか、その飯窪さんのフェイスブックめっちゃ面白くていつも読んでて、すごい文章あるなって思うんやけど、もうなんかこう何回言葉に大好きだよって伝えるんやけど、どうやったら分かってくれるんやろみたいな。すげえチェックしてくれてるね。嬉しいけど、でもなんか飼ってる？うちね、実家に猫飼ってて、代々もう猫がずっといるんだけど。あ、そうなんだ。あの犬もいたことあるんだけど、犬は1匹しか飼ったことない。もうずっと猫。ちゃこさんは？私は昔犬飼ってました。昔犬飼ってて、もっとちっちゃい時にも飼ってたんやけど、その亡くなって次の物心ついた時に飼ってた犬の名前がちゃこやって。あ、じゃあ犬？そう、犬。私あの、アイムノット犬。アイムノット犬。犬なの？犬じゃない、ワンじゃない、ペみたいな。そう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 。なんかもうそっからそのチャコが、あのいなくなってからは次の犬を飼ってなくて、もうずっとなんかこうちっちゃい時を共に過ごしたペットがチャコだけで。そうなんだ。
動物はさ、ね、素直じゃん、うん、そうだね、裏切らないんだよね、裏切らないねえ、でもさ、私犬飼ったことないんだ、うんうんうん、で犬を今預かってて、うん、あ、犬ってこう結構こう言うこと聞いてくれるというか、うん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 、まあその素直に、うんうん、なんか例えば行くよって言ったらちゃんとついてきてくれたり、うんうんうん、帰ってきたらすごい出迎えてくれたり、うんうんうん、行くよって言ったらこう震えたり、うんうんうん、なんかすごく嬉しいんだけど、うんうん、猫とかってさ結構自由って言わない？意外とそれがね、うん、あのこっちがこう本気で対話していくと、うんうん、こうちゃんと答えてくれるの。あ、そう、え、皆さん、うん、結構あの動物とか ね飼ってる方っていますか？ねえ、うん、あれ今日ゼロ？あ、飼われてます。何を飼ってる？あ、何？あ、両方飼ったことある。ましたえ、お客様。あ、両方。へえ、そうなんだ。多いんですね。猫も意外と分かってんだよね、うん、あいつら、うんうん、あと、私の同じ今一人暮らししてるんですけど、うん、同じマンションに友達が住んでて、うんうん、友達が2匹飼ってるんですよ、猫、でその子が海外旅行行くときとか長期で家開けるときに、うん、あのご飯あげたりしてって言われて、うんうんうん、あげたりとかしてるんやけど、友達がおるときとかは、うん、むっちゃこう親近感というか、うん、ちばりと近寄ってきてくれたりするのに、うん、その子がおらんときにご飯をあげに行ったらもう、うん、警戒心満開で、へえ、あ、そうだよね、猫はもうね、もうすぐどっか行く、状況とか顔色とかそういうのすごい、うん、もうなんかもう、うん、ご飯あげてんのになと思って、寂しい、確かに寂しいね、ちょっとなくなっちゃう、世話してんのにみたいな。実家の、私実家にいた時は、うん、あのすっごい仲良くて、うんうん、もう毎日一緒に寝てたし、うんうん、それこそ寝るよって書いて声かけると、うんうん、ついてくるの、うん、かわいい、かわいいね、寝るとこもついてきて、うんうん、それぐらいべったりだったんだけど、うんうん、まあちょっとこう実家を出て、うん、で暮らすようになってからたまに帰るじゃん、うん、と何しに帰ってきたんだよそういう目で見られるの、見るんだよね、あ、でもじゃあ呼ぶと来るんだ、一応来る、今は来るんだけど、それがなんかねツンデレなのはすごい、あの家族がいて、うん、私が帰ってきた時は、うん、みたいな今更帰ってきてさみたいなそう思ってるだけじゃない、もう本当にその伝わってくるの、もう 机の下のちょうど私が見えるか見えないかぐらいの近く、うん、下にこう座って見てるんだよね、うん、私のことを見てるんだけど、うん、寄ってこないよね、うん、でも、家族が留守にしてて、私がたまたまじゃ荷物かなんか取りに行こうって、うん、一人で帰った時は、うん、ここぞとばかりに甘えてくる、甘えてくれるっていいやん、ね、いいよね。でも結構猫って寝てる時にいたずらというか、うん、私の知り合いの人が寝てる間に2往復されたって顔の上を、顔の上え、またぐの？ほんでも、いやもう足起きて、もう2往復で1回過ぎて、いや2回目はないよ、さすがに起きるやろ思ったら、もう2回も帰ってきてとか、あとなんか寝てる時に口の中に足がズボって入ってにゃっそれはびっくりするよね。あ、そう、でも私もその預かってる犬とかここで寝るよ。あ、でも顔がこういう、ここ好きだよね、安心、あね、その辺ね、うんうん、安心感あるのかな、なのかな、うん、犬も猫もそうなのかな。猫もね、結構こことかで寝る。あと冬寒いともう完全にここに乗っかってくるね。ああ。で、ふっと目開けると猫の顔がここにある。ああ、なんか上で寝るんだ。そう、猫ってさ、すごい可愛い座り方するよね。そこ、なんていうか。そう、なんて人間じゃできないっていうかさ、すごい可愛い、そうそう。すごいあれが好きなんだけど、関節どうなってんやろ、うん、ちょっとムーミンの座り方とかもいいよね。あー、ムーミンわかる？ムーミンの座り方、うんうん、なんかこう足がもうこうなってないの、うん、こうなってるじゃん、こうなってるそう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 、わからへん、ムーミン足短いじゃん、うん、だからこう足が人間でこうなるじゃん、足が座るとでもこうなってるっていう、あ、こう曲がってない、ごめんね、ちょっとわかりにくかったちょっとわかりにくかったごめんなさい、そうはい、無事に台本通りペットの話もそうですね、そうですね、じゃあちょっと、ね、あきさんの、ね、あ、じゃあ歌おうかな、うん、せっかくなんでね、うん、もうね、あきちゃんしかいないからね、うん、そうですね、うん、なんて曲歌うんですか。じゃあペットつながりで蝶々、うん、の曲でも歌おうかな。え、蝶々の曲ですか。全然動物とはあれですが、なんか小学校の時とかはね、うん、蝶々とかなんか教室で飼ってたりとかは。飼ってた？蝶々は？なかったですか？蝶々とか、蝶々飼ってました？なんか昆虫系とか虫とかなかったですか？あー、でも動物はすごい飼ってた。そう、観察するみたいな感じで。ハムスターとかね、いた？
ハムスターいたかな、うん、いたいた、うん、そう私ハムスター20匹飼ってたんですよ。そう、まあ、実験するんですか。そう生まれちゃってね20匹飼ってたんですよ、うん、それさっき言ってよ。ごめんね、今更思い出したけど。どうぞ、はい、それで2人は結構バラードで、お届けしてくれました。私は盛り上がっていこうかなと思っております。イエイ。ありがとう。よかったら手拍子よろしくお願いします。サビのとこで一応こういう振りはあるんだけど、それやっちゃうと手拍子が消えてちょっと寂しいので、今日は配信バージョンということでずっと手拍子でいいです。よろしくお願いします。イエイ。はいはい、ありがとう。バタフライ。たまりたまった服が溢れてる。本当に着たい服なんてタンスの中一つもない気がする。流行りに流されるのは無難だけど違和感は募ってく。雑誌の真似して思い切ったワンピース着てみたって今一つ似合わない、似合わない、何一つ似合わない、似合わない。人と違う生き方を選んだはずがもう随分と。チューブラリン、このままじゃ世間のお荷物。私の居場所はどこ、誰も知ったこっちゃないよ。自業自得の人生もうやめてしまおうかな。今夜も眠れない、眠れない、どこまでも眠れない、眠れない。誰もが羨む虹色ドレス、まとったあの子はいつも雲の上。私もいつかは行ってみたいな、このくたびれた T シャツを脱ぎ捨てて。ああ、空へ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 、後回しにするのか今やるのか、毎日小さな選択を繰り返す先に私は立ってる。誰もが羨む人生なんて本当はいらないのかもしれない。たった一つだけの信じられる明日が欲しい。それなら変わればいい、変わればいい、変わりたきゃ変えればいい、変えればいい。誰もが認める星のスカート着こなすあの子はちゃんと知っている。私に一番ぴったりなやつ探す旅に出よう。たまった服は全部捨てちゃおう。イエーランララリリの羽ばたきがやがて大きな風を起こす。路地裏で吹いた口笛が世界を動かす歌になる。現実はいつも想像を超えられる。
ございます。手拍子バッチリでした。 Thank you。 ありがとう。あきいちこさんでバタフライで、いやー楽しかったね。リズムのからくりがね、うん、裏で撮ってたはずがいつの間にか表に。でもさ、そういう曲さあるよね。あるありますあります。そういう時ってどうする？難しいよね、うん、でもこの曲あの普段ライブでやる時は、うん、あのサビはこうしてくれっていう、あーなるほど、だからリズム関係なくできるんだけど、そこまで考えてるこれがあるんだね。今日はあの皆さんが映らないから、うんうんうん、こうサビで手拍子が消えるっていうこの現象を確かに出し寂しいよなと思って、うんうんうん、ずっと叩いてくれといったものの曲を歌いながら、これは裏と思って逆になるなと思って、みんなどうするんだろうと思ったらちゃんと途中から裏に戻してすごい、ね、そうでもあのすごいわかるわと思って、あの歌詞の、うん、あの雑誌の雑誌の通りに着てもなんか違うみたいな、そうなるんだよ、あるよね。それタンスの中の服全部着たい服じゃない気がするの。わかる、なんかさキャリーパムパムとかがさ、なんかさすごいパムパムとかさ、なんかトラとか着ててもさ可愛いじゃん。そう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 、なんか私着たらやばいみたいな、なんかそういうのありますよね、服ってね。そうありますね。よくないよね、あれね、よくないよ。いやだいたいみんなスタイルいいしね。そうそうそう、ふざけんじゃないよね。そうカバーするとこないんだから。ふざけんじゃないよ、ね。雑誌潰しに入ってますけれども。結構な強烈な破壊力の一言が。マネキンとかもさ、うん、もうちょっとない標準の体型に合わせてほしい。わかる。わかる。わかるよ。マネキン遅すぎるよねあれ、うん。そんなスタイルやったら何着ても似合うから。そうそうそう、普通の人が。人が来たら変なやつでも似合いますよね、うん、似合う似合う。マネキンが来てて、あいいなと思ってこう自分なんかイメージできるわけじゃん、うん、なんか、うんうんうん、いいなと。で買って着ると、うんうん、違う、だってイメージの中はどっちかというとマネキンの体に自分の顔がついてるから、うん、そう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 か、そうなんか膝上の丈だったのに思いっきり膝下だったそうそうそう、ある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 丈が違うみたいな。そう、なんかさ、私前あの、なんだっけこう、うん、八分丈とかさ、七分丈のさ、履いたら全部普通のズボンだったから、うんうん、めっちゃわかる、あるよね、そういうの、なんだろうみたいな、もっと丈詰めなきゃみたいなわかるわかる。どうするもこれ、ね、時間的にあれなのかな、ね、だいぶ進んできちゃったけどね、まあ、じゃあちょっと最後にみんなで歌いますか。あ、そういきますか、うんうん、前回も割と良かったからね、うんうん、ね、もう自分らで言うけど良かったからね、そうだよね。そう、それ今 YouTube とかでもね上がっていて、うんうん、そう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 、うん、結構再生してもらってるみたいでね、うん、嬉しい。じゃあちょっと私今日ピアノ弾かせていただくので、 ありがとうございます。ますな、よし、よるか、ほいじゃあよるか、私がじゃあそっち、こっちに来た方がいいね、そっちに、あ、お邪魔します。いやもうね、うん、リハで合わせたばっかだからね。そうね、いや私に至ってはこの曲実は知らなくて。あ、本当？そう、でも聴いてみたらすごいいい曲やなと思って。いい曲ですよ、めちゃめちゃいい曲。あの皆さんもね、あっぱれさんま大先生見たことある人だったら知ってる、あっぱれさんま大先生ね、聞いたことある曲だと思います、うん、そう、私もすごく大好きな曲なんですけども、うんうん、いい曲、じゃあちょっと3人で、うん、はい、行ってみたいと思います、はい、それではお聴きください、記念樹。
いやもう席奪っちゃって、ちょっとイスとイスの間に座ってたからびっくりしたでも前回秋の歌だったからね。そうだね、今年、ね、あの今年じゃないわ、うんね、今年に入ってからは、今回は、ね、今回は春の卒業シーズン、ね、卒業シーズンにぴったりの歌をお届けしましたけども、皆さんじゃあちょっと、ね、時間もあれなの で、 そうです、ね、告知とかあれば。はい、うん、いや実は今年に入ってワンマンを3本一気に決めちゃいまして。おー素晴らしい。同時に、うん、いやもう全部来てほしいんですけど、うん、もちろん、うん、一つピックアップさせていただくならば近いやつを、うん、はい、4月の8日に、はい、なんと私です、今日も弾き語りではやったんですけど、うん、普段はサポート入ってもらってハンドマイクで歌うことが、いい人でできればハンドマイクで歌いたい人なんですけど、うん、ワンマンもねハンドマイクで歌ったことしかなくて、うん、なんですけど今回もうすごいチャレンジで弾き語りのワンマンライブを素晴らしい、なんと決めてしまってドキドキなんです、うん、なので皆様、たくさんの皆様にね、囲まれて、ちょっと安心させてください。もう少なかったらすごい悲しくなっちゃうからもうぜひねたくさんの方に応援しに来ていただけたら嬉しいなと思います、うん、4月8日4月の8日、うん、はい、他の日本はね7月の24日と7月23日あるんですけど、そこはまたホームページとかツイッターとか、うん、場所はどこでやるんですか。あ、心斎橋ソープペラクラシックスでございます。いつもお世話になっております。ありがとうございます。で私はまあ、実は関西でのライブちょっと、まあ、今回久しぶりだったんですけど、うんうんうん、また決まりまして、もう自分はシムスイと勝手に語呂をつけてですね、日にち覚えてるんだけど、うん、4月の6日水曜日、うん、シムスイの日、シムスイ、シムスイ何のことかと思ったんだけど、うん、何の語呂でも何でもないなんか忘れないようにしようと思ったらシムスイ、シムスイって覚えたんですけど、うん、忘れるそれでもね、ある意味忘れないよね、うん、そうシムスイの日にですね、うんうん、同じくソープオペラクラシックスにて、うん、アベカジというイベントに誘っていただきまして、これ、はい、ちょっと今回のこう企画的なものとも似てるんだけども、うんうんうん、飲んだり食べたりしながら、うんうん、気分が乗ったら歌おうぜみたいな、そういう、何その楽しそうな企画めっちゃ楽しそうやん。なんかね、ステージ上にもご飯が出るんですよね、ステージ上にも普通にお酒やらご飯が並んで、めっちゃ楽しそうじゃないですか。なんで呼ばないんですか、私を。すごい、それを食べたり飲んだりしながら歌うみたいな、うん、コラボするみたいな、そういう感じらしいんですよ。そう、楽しそうですね。すごい楽しみ、うん、全然普通のライブやってないですね、うん、私そういう、いやでもなんかあれですね、うん、お客様もこう一瞬一体となってパーティーしてる感じになりますね、うん、そうそうそう、うん、なかなか、だから皆さん飲みに来てくださいそうだね、見に行ってよりも参加しに来てみたいな ね、うん、あ、それはもうトークもありの、そうそうそう、もちろんもう喋って、うん、よかったら歌が聴けます。そう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 、そういうことか、そういうことです、ね、気分が乗らなかったらもうそのまま喋ってるそういうノリな、まあ、シムスイの日にやります、うんうん、であと、まあ、ちゃんとしたライブも一応ありまして、うん、一応ってわけでもないけどね、うん、名古屋ですけど、うん、ぜひ配信見てる方もそうですが、うん、大阪からでもですね、関西からでも来てもちゃんと帰れる時間のワンマンライブが素晴らしい決まっておりまして、うん、3月の13日日曜日、うん、そうです、313の日に、ハートランドというですね、審査会っていう場所にあるハートランドで弾き語りワンマンをやります、うん、
12時スタートなので昼間の終わって出てもまだ明るいっていうこのおいいねご飯名古屋飯食べて帰れるねそう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 、まあ、優越感に浸れる、うん、もうエスカとかいろんなとこ回れるから、うん、2時だって2時半だよまだみたいな全然終電まであるじゃん余裕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 そうそうそう、うんでまあ、この日に向けて、うん、あの最近私自分でレコーディングをあの、うん、しながら、うん、あの弾き語り、まあ、が主なんですけど、うん、CD を作ることをちょっと覚えてですね、うん、であのこの日限定なんだけどこの日しか売らない CD を3曲入りで今制作しております、うんうん、すごいね自分でレコーディングもやるんだ自分でもとピアノ取って歌取ってで間違えたと思ってまた取り直してそれをやってるんですけどもう、ね、現代は本当にそうなってるよねそうそうそう、うん、意外といい音で取れるんですよ、うんでそれをあの3曲新曲ばっかりをちょっと今回入れようかなと思ってますので、すごいレアですね、はい、この日しか手に入りません、うん、ぜひ遊びに来てくださいよろしくお願いしますイエイそう、そしてですね、私なんと明日なんですけれども、心斎橋にあるソーポブラクラシックスにてワンマンライブさせていただきますありがとうございます明日なんですよ明日明日なんですよ明日本当にもうすでに結構もういっぱいのお客さんだというそうなんです、うん、ありがたいことにたくさんご予約もいただいていて、うんうん、そう、今日この中に明日来てくれるなっていうお客さんをちょっとねちらほら入れましてすごい嬉しいんですけど、うんそう、今回はあの初めてあの大阪では初めてバンド編成での、あのワンマンライブになるので、うんそうまあ、これまでずっとあのピアノ弾き語りでしか、うん、あのワンマンライブもずっとやってなかったんだけど、うんうん、もう全然これまでの曲も楽しい曲はさらに楽しく、うん、切ない曲はさらにドラマチックにですね、うん、聴いていただけるのですっごい楽しくてすごい感動するワンマンライブにしますので今日チケットを持ってきております、と私のワンマンライブを初めて見るという方には、500円引きの2500円で販売もありますしペアでチケット、うん、あの来ていただけたらさらに割引もなんかもういろんな割引もありますのでとにかくあのとにかくですね来てくださいよろしくお願いします予約まだ間に合うの予約大丈夫です、うん、まだ予約も今日は、チケットもございますしあの、うん、取り置きもまだしてますので配信の方の予約もう急いでください、うん、お願いします、うん、後で新着メッセージ後で読みますので ねひょっとしたらメッセージに入ってくるんですねぜひぜひメッセージ全く触れられない読んでないですね申し訳ない申し訳なかったですはい、はい、という感じですかね、はい、もうそろそろなんですかねもういい感じの時間ですよねきっとね首かしげてるけど全然全然あと5分まだ大丈夫じゃないですか結構ある全然余裕だ結構あるね、うん、そうかじゃあちょっと読む、うん、時間あるかこれメッセージ、うんうん、はいはい、はい、なんか変なメッセージあったじゃん変なの開いちゃったよなんか変なの開いちゃったよ変なの押したどうしたらいいどうしたらいい怖い怖いどうしたらいいせっかく読もうと思ったらえああびっくりした食いしん坊チャコさんえ、これ全部ソワーズ誰が入れたのこれそんな話した私え全然何の話これえ全然コメント来てないじゃんこれ、うん、あそれを実現させているってすごいとどこの話どこなの全然わかんないわどこのコメントくださった皆さんありがとうございますありがとうございます私たちが一番ついていけてない現代に全然触れてないっていう、うんでもさっきさ、うん、ちょっと卒業シーズンって出たけど、うんうん、なんかやってた委員会とか、はあ、学校で、うん、あのね、中学校の時は張り切ってたね何委員会に入ったあの1年生の時にクラス委員、副委員長やってたかな、うんうんうん、そう学級委員長とか経験ある、うん、あ小学校の時はあるあやってるんだ、うんあでも小学校の時にさあの前も話したと思うんだけどいじめられてたからそう中学校上がった時に、うん、これは変わらないかんと思って自分が、うんうんうん、でもう印象やりますみたいな自分でどう、すごいね、手挙げてやったよねすごいねもう今 からじゃ考えられないよねそういういじめられてるのにいやもうバリバリいじめられっ子だねおーそうなの全然そんな感じしないもう一人でさ休み時間の後こう、うん、学校に飼ってた鯉にさパンをこうなんかそれもエンディングで話すにはさちょっとまだまだ聞きたいような話なんだけどさパンを投げてたよ、ね、鯉に毎休み時間になるともうパンをこう、ね、ちょっともう一緒にご飯食べようそうだね3人で食べよう ね, 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 ねそういう話も聞きたいねそういう暗い過去もあったねそうそうあそうこの後ね、うん、あのまだライブもミニライブもございますので帰っちゃダメですよ皆さんね終わったらまた帰っちゃダメですよユーストリーム見られてる方々もまだ間に合いますんで、ね、そうそうそう走って間に合うかな間に合うと思います風吹いてるから追い風に乗ったら早いそうだね、そう大丈夫早い、大丈夫、うん、間に合う間に合うえ、まだ結構あるのかな、ね、大丈夫かな時間あります
もうまだあると、うんうんうん、まだあるんだ。意外と優秀です ね、 そうですね。結構ね、もう喋りすぎるかな思ったけど、うん、意外と大丈夫だ ね。なんか話し足りないことある？話し足りないこと、話し足りないことじゃない、話、あの、これだけは言っときたいみたいな、これだけは、これだけは言っときたいみたいな、そう言われる、そんなことある？いや、あるでしょあります、逆にあります？いや、困るね、そんなこと言うとそんな振り困るでしょ。そうだよね。いや、なんかね、結構飛ばしたテーマがあるやん。あー、うん、なんか卒業シーズンやから、こう、うん、台本ね、話をするね、台本見ると、うん、そう、文化祭とか、うん、こう、はいはい、学生時代の心に残ったエピソード的な、うん、まあ、うちの、うん、例えばうちの高校で言うと、うん、変わった体育祭で、うん、クラスで好きなこうテーマを決めて、うん、衣装を全部作る、へー、うん、体育祭で、体育祭でだからハロウィンみたいなことみたいな、へー、だからその衣装によってめっちゃハンデあんねん。なんかもうクラスによって変わったところやったらプリンとか、うん、すごいね。だからもう待って待って、それを全員で作るの？そう、全員で一人一人作って、なんかこう、うん、なんか何、カスタード色の布に真ん中穴開けてかぶって下にホース通して、うん、こうなるようになってて、走るときむっちゃ邪魔みたいな。すごいね。別に美術の学校とかではないの？全然普通の教学の学校やったんですけど、私は高1の時にメイドをやって、メイドになって、メイド、そう、高2の時にインド人になって、高3の時にインディアンになったから、インド人からでインディアン、インディアンですね、すごいね。結構いろいろ、ドレスの人とかもおったし、うん、ナースの人もおったし、ルパンもナウシカもおったし、もうだから体育祭やのに写真撮り大会みたいな、もうなんか仮装大会やね、仮装大会みたいな。え、それやっぱショーとか出るの？学校で出ない。あ、出ないの？なんか自己満足、自己満足、みんなで楽しい、へえ、すごい、楽しめたらいいねみたいな。看板とかはそれぞれのクラスで書くの、すっごいでかい、何畳ぐらい、多分4畳半ぐらいの、あの大きさの板に、もうそれ意気込みみたいなんじゃないけど、うんうん、カレンダーじゃないけど、なんていうの、何でもない、ね、ポスターすごい気合入った絵が、絵をみんなで描いて仕上げて、うん、そのクラスの看板みたいなのになって、うん、もうだからなんかすごい、やっぱりのに住んでるんやけど、高1、高2、高3になっていくごとにだんだんレベルが上がっていくの、みんな、うん、本気度が違うから、もう慣れてくるだろうね慣れてくるし、へえ、すごい、ね、いい思い出になるよ、すごい面白かった。うん、でも文化祭は文化祭でまた別にあるの？文化祭は文化祭でまた別、すごいね、すごいね。文化祭の方が結構普通やった、うん、あ、そうなんだ、そっちがあれなんだねそっちは、クラスでなんかやってみたいな、うん、普通。え、運動得意なの？運動大嫌い。あ、そうなんだ。うん、本当に球技大会とかも、あのバレーボールとかやったらボールをかけてポールにガンって顔ぶつけるぐらい怖いんですね相当やね、周りに爆笑されるっていう。へ、え、アキさんとかは？あ、私、まあ、そこそこは、まあ、運動神経悪いって思われてんだけど、まあ、確かに良くないかもしれんのだけど、自分ではそこそこと思ってるね。それ多分ね、良くないんじゃん。いや、よくなんかあの、さ、帰り際とかさ、どうもありがとうね、今日本当ありがとうとか言いながら壁にぶつかってるよくあるそれ良くないね。ないだろ、でも同じ匂いするからやっぱり良くないよ。別れ際だから痛いとかいう感じでも結構痛いんだけど、わかるわ、大丈夫大丈夫って言って帰ってくみたいな一人になってから真顔でえ、でもなんかこの3人でさ、なんか運動会とかしたいね、うん、あ、したい、ね、してみたいね、やりたいね、絶対運動神経悪いから、うん、あの一緒になりなるチームになりたい人とか少ないと思うけどいや、だから3人でやるんだって。あ、3人で、そう、3人でね、めっちゃ不、はい、ハンデ、全部個人競技、ハンデ、ハンデ、個人競技、個人競技、ハンデ、いいこと、すごい運動、運動神経良さそう、すごい悪い、すごい悪いよ、本当に、めっちゃマラソン走ってそうだよ、そうそう、うん、よく言われるけど、42.195キロ完走しそうやもん、しそう、しない、しない、そう、すごい悪い、でも、うん、あの悪いから体育委員長とかやってた。うん、そう、なんか内心稼ごうみたいな、なるほどね、そうそう、とか、あと、なんて言うんだろう、うん、なんか、いろいろ苦手なものを、うん、に飛び込んでこうみたいなことはしてたよ、学校の時に。偉いね、いや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 、いや、私全然ダメだ、もう得意なとこだけ通知表がんよくても、そうね、すっごい差があったよね、だからグラフにするとこう一箇所だけとんがってるっていう、そういう、すごいね、でもそれもよくない？あ、ちょっとなんか、ね、そろそろっていう看板が、もう横に振られてた、もうそろそろやでってアピール、盛り上がってきたところで、ね、そうだね、そうね、はい、うん、
残念や。それではね、この後もライブを楽しんでいただければと思います。そんなそんな、終わりですが、締めの言葉をしないとね。はい、そうだね。それそろ、そうか、私や、はい、お願いしますよ、もう。うん、失礼。はい、失礼。はい、じゃあ読みましょうかね。今夜も長らくのお付き合いありがとうございました。それでは、鹿島シスターズシャープ2透明ハンガールズ音巡り編、これにてお別れです。またお会いしましょう。ありがとうございました。